どうも。はい。最近ね、雑談会続いておりますが、今回は、ちょっと前回のね、ラジオの一番最後で、ちょっと喋りきれなかったことがあるんで <laughs>、一旦切って次に回しますって言ったやつですね。だから雑談の続きになります。で、何喋るかっていうと、私先日好きなアーティストのライブに行ったので、まあ、ちょっとゲスト会の編集がね、間に合わないっていうのもあって、 でも更新をお休みしたくないので、まあどうせだったら好きなものに関連してるので、そのライブレポートをラジオにしちゃおうってことで、前回そのライブレポートをね、ガンガン喋ってたんですけど、でそのライブの話をしてるときに思ったのが、実際に目と耳と体で全部で体験しないとわからないタイプのエンターテイメントってこのようにたくさんあるなーって思ったんですね。で、 今回は友人と行ったし、もともと私が好きなアーティストのライブだったんで知ってたんですけど、こう自分が全く知らないジャンルとか、興味はあるんだけど、実際に行けてはいない、やれてないなっていうようなジャンルで、それが好きな人と一緒に行けたりやれたりしたら面白そうだなっていうのが、たくさん思いついてしまったので、今回はその自分が近い将来、 誰か、それが好きな人と一緒に行けたり、やれたりしたら面白そうだなっていうような、比較的多分狭い範囲のエンタメについて喋っていこうかなと思っております。だからリスナーの皆さんが、ああ、自分もその趣味あるわとか、ああ、その部分わかるかもみたいな、ああ、そういうあるあるわかるみたいなところがないか <laughs>、照らし合わせながら聞いてもらえると、ちょっと楽しいかなと思うので、まあ、いつも通り、片手間にお聞きください。 で、今回、その、いろんなエンタメをね、紹介するにあたって、参考にしているサイトが、アソビューっていうサイトがあるんですけれども、全国のレジャー、遊び、体験を集めたサイトっていうのがありまして、その気になったレジャーを実際に予約とかできるんですって。で、そこのサイトの、なんか全部のジャンル、レジャーのジャンルから、気になったものとかを紹介していきたいと思います。 で、今のところですね、実は私、体験型のエンタメというか、そういうのを一緒にやろうって約束してるのが一件ありまして、えー、以前ね、ゲストに来ていただいた、リクさんなんですけど、その方はサッカー観戦が好きな方で、私はそのリクさんの好きなチームの試合を見ないまま、こうネットで調べたこととか、そのリクさんから見といてねって言われた YouTube の動画とか、そういうものを見て、 予習した上でこの間喋ったんですけど、でまた今度ゲストに来たいって言ってくれてるんですが、その時はやっぱりもう一緒にサッカー観戦した後で一緒に同じものを見て体験した後でこうでしたねっていうなんか感想大会をねやりたいなって思ってるんですよ。だからスポーツ観戦も体験型のエンタメに入ってくるんですね。まあ、というわけで、 サッカー観戦以外にも、こういうエンタメに触れたいっていうのをね、いっぱいちょっと出してきたので、どんどん紹介していきたいと思います。で、そのアソビューってサイトを見ると、一番トップのジャンルにあるのが、アウトドア系なんですね。まあ、だから、わかりやすいので言うと、あの、パラグライダーとか、なんか非日常みたいな体験そういうのが結構載ってるんですね。で、なんか私がそれをバーって見てた中で、少人数、もう本当二2人とか3人とかのレベルで、あの、やれたら、 共有できたら楽しいんじゃないかなって、個人的に感じたのがね、キャンプですね。まあ、ここ10年ぐらいでかなり、キャンプのレジャーとしての知名度っていうか、なんか、市民権はかなり得てるんじゃないかって思いますけど、私やったことないんですよ。そのテレビとかでは散々そのキャンプ特集とか見るんですけど、なんて言うんだろうな、私ワイワイやるの結構苦手な方なので、だからなんかキャンプっていうと、 ま、家族で行く、もしくは、本当めっちゃ仲いい友達10人ぐらいとかで、ガヤガヤしながらやるっていうイメージがあるんですけど、私そういうのよりは、なんかもうほぼ、一人で、一人とか二人とか、あの、で行って、なんて言うんですかね、渋くサバイバル的な感じを楽しむキャンプとか、なんかひっそり山に行って、もう身一つで、最低限の装備と体一つで山に行って、そこで、 最低限の道具と知恵で自然と共存するみたいな <laughs>。なんかサバイバル生活みたいな自給自足的なイメージで渋くキャンプを楽しんでる人と一緒に同行したいなって結構長年思ってますね、これは。ワイワイやるのはワイワイやるので楽しいのはもう全く否定するつもりはないんですけど、密かに 俺はめちゃくちゃ少人数でキャンプをしっぽり楽しんでるんだぜ。その楽しみを共有したいんだみたいな人とかがいたらね、もう師匠のように崇めたいですね。頃合いの場所にテント張ってさ、ランプつけてさ、で、焚き火とかつけてね。まあ、行く時期にもよるかもしれないんですけど、ちょっと、例えばね、秋に行くんだったら、ちょっと涼しくなってきた夜風に当たりながら、お酒飲みつつ、 キャンプの喜びについてね、喋ってほしいですね。<laughs> そういう語らいができたら最高ですけどね。で、わかんない。そもそも、そのキャンプに行くことに喜びを感じてる人ももちろんいるだろうし、なんか装備を揃える段階の買い物とか、そういうのをするときからワクワクしてるっていう人だったら、その買い物の方に同行させてもらうとか、そういうのでもいいと思うんですよ。<laughs> なんかね、そういうのを一緒にやれたら最高かなって思いますね。 で、あとちょっとキャンプとはずれるんですけど、なんかそういう自然系のアウトドアで言ったら、登山とかもあると思うんですね。トレッキングみたいな、山を結構攻めていくみたいな感じの趣味がある方、そこに同行するんだったらね、確実に準備が必要だと思うんですよ。その準備っていうのは装備とかそういうものじゃなくて、もっと根本的な体力づくりみたいな意味で準備が必要だと思うんですね。 例えば、10月にどこどこの山を攻めるので <laughs>、こういう準備が必要ですって、あの、あらかじめね、言われたらさ、もう1年でも待っていただけたら、私は1年かけて、地味に筋トレとかするし、走り込みもするし、体作りをちゃんと頑張る。もちろんそれも教えてほしいしね。で、その準備万端になった上で、一緒に、満を辞して、キャンプなり、登山なりするっていうのを、こう、結構計画立てて、長期スパンでも楽しみたいなって思ってますね。だから今さ、 自分のためだとあんまり私ランニングとか全く続かないんですけど、誰かと何かを共有するためだったら多分努力できるので、準備が必要なエンタメでも私は、なんて言うんですかね、歓迎というか、そういう喜びも味わいたい人ですね。<laughs> めっちゃド M みたいですけど、まあちょ、精神的ド M みたいなところはあるんですけど、そういうなんか追い込むの好きですね。自分を。はい。 今、アウトドアについて結構言ってたので、今度は、まあ、完全に屋外じゃないんだけど、こういうエンタメジャンルもあるよっていうのをちょっと紹介したいと思います。えーと、近年気になってるのがね、VR ですね。まあ、メタバースとかいうのもだいぶ言葉として浸透してきたかなっていうのはあるんですけど、まあ、VR だったら別にさ、本当に同じ空間に一緒にいなくてもいいじゃんっていうのになるかもしれないんですけど、あのー、VR だからこそ、 現実的に同じ場所にいた方が、ちょっと面白み上がるんじゃないかなっていうか、一瞬で同じ場所からゴーグルかけて異世界に行くっていう、その、えー、非日常から日常に移り変わる瞬間の空間を共有するっていう意味では、なかなか貴重な体験なのかなって思うんで、もしそういうのが好きな人だったらさ、VR 体験ができるあの商業施設とかあると思うんで、そういう場所に一緒に行って、 それを一緒に楽しむみたいな。そういうのもできたら面白いなって思いますね。であと、えー、VR ではないんですが、サバゲーもね、結構気になってますね。もうだいぶブームが起きてから、まあ、落ち着いてきてるとは思うので、かなり細分化されてると思うんですよね、サバゲーの中でもこう、楽しみ方が。なのでえ、ま、マジでやったことないんですけど、<laughs> そのさ、さっきもさ、キャンプのところで言ったけどさ、サバイバル的な要素好きなんですよ、多分。なんか生き残るみたいな。 要素が多分好きなので、だから、こういう土初心者でも、そのサバゲーヌマに引きずり込める自信があるっていうぐらい、こう、のめり込んでる人とか <laughs>、あの、あ、まあ、それこそだから、私も行ったことないけど一緒に行きませんかみたいな。初めてなもの同士で一緒に行くとかでも面白いなって思うんですけど、まあそういうのでも興味はあります。あ、これ絶対言おうと思ってたんですけど、あのー、わかるかな脱出ゲームっていうジャンルがあるのわかりますかね 普通にスマホとかでやれるゲームの脱出ゲームじゃなくって、リアル脱出ゲームっていうリアルイベントがもう10年以上は経ってると思うんですけど、発足したりしてからね、流行ってから。で、本当にね、一回やりたいの。でも私の周りとか、その家族とかそういう人たちにはね、そのなんか謎解きにガチになる大人っていないんですよ。もう悲しい。本当に悲しい。なんかね、ある程度設定があるんですよ。 ほんとでかいとこだったらさ、なんか東京ドームとか、クソでかい野球場とか、そういう施設の中にたくさん謎がね、謎解きの問題が、あの、設置されてるので、それを個人とか、チームとかで、えっ、ー、と、解いていって、制限時間、制限時間内にその場所から抜け出すと脱出クリアおめでとうみたいになるんですけど、例えばその設定が、監獄からの脱出とか、 えー、鍵のかかったホテルからの脱出みたいな、いろいろ設定はあるんですけど、そういう設定の中の登場人物に自分たちが入り込んで、そこに没入して、めっちゃ楽しめるっていうアトラクションなんですね、これが。えー、っと、前、やりたかったなって思ったのが、オンラインイベントなんですけど、コナンの、名探偵コナンの脱出ゲームが、 えっと、あったはずなんですけど、ちょっと正式な名前忘れちゃったんで申し訳ないんですが、で、それはなんかネットワーク上で好きな人となんか連れ合って、各キャラクター、コナンとかアムロさんとか確かいたんですけど、そのキャラクターのカードを自分で選んで、で、その人物ごとに問題が違うんですよ。で、そのキャラクター4人全員揃って、みんなで謎を解かないとダッシュクリアにならないみたいなイベントだったんですけど、それさ、例えばめっちゃコナンが好きな人とか、 脱出ゲームそのものが好きな人っていうので一緒にやれたら超楽しかっただろうなとかいうのは当時めっちゃ思ってました。とはいえ私ね、謎解きね、そんなに上手じゃないんですよ。ひらめきがないと謎解きってできないんですけど、別になんか、地頭とか全く必要ないんですけどね <laughs>。あのー、松丸さんがやってるリドラっていうなんか謎解きクリエイター集団があるんですけど、そこのなんか LINE のね、お友達登録してて定期的に 無料で解ける謎が送られてきたりね。あの、100日の、100日かけて解く謎とかが配信されてたりするんですけど、なんかそういうのをちまちまやって喜んでるタイプの人間なんですけど <laughs>。そういうなんか、謎解きガチ勢ではないんだけど、まあ、本気で楽しめるっていう自信はあります。本気で謎解きに、あのー、向き合える大人ではあると思います。だから、あとなんか、ウミガメのスープとか、水平思考っていう、まあ、なんか思考ゲーム、 問題が与えられて不可解な状況がね問題として提示されるんですけどそれをなんか出題者に「はい、いいえ」で答えられる質問でどん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 状況を絞り込んでいってその不可解な状況の真実に迫るっていうクイズ形式がウミガメのスープっていう問題なんですけどそういうのを一日中探してる時期ありましたね一時期ネットでいくらでも問題が落ちてるんですけど 結構上質な問題とかに出会えるとうわーってなったりするんですけどなんかそういうこう溶けた時の快感みたいなのが結構あるのでリアル脱出ゲームをねそれほんとガチで人とできたら超楽しいだろうなっていうのは本当に思ってますねで今ちょっとコナンで思い出したんですけど別にそれ謎解きじゃなくてもね何か作品一つの作品が好きっていう人と一緒にそれに関連するレジャーも できるなと思って。例えば、コナンが好きな人だったら、あの、鳥取にある、青山豪商ふるさと館とかあるんですけど、あのー、何ですかコナンの記念館みたいなのがあるんですよ。一度だけ私行ったことあるんですが、それはね、家族と行ったんですけど、全然なんか、謎解きとか、コナンに特別興味があるわけではなかったんですよ、家族が。近くに来たし行くか、みたいな感じで寄ったんですけども、私は結構、 そんな、全然ガチ勢じゃないですよ。ガチ勢じゃないんだけど、コナンに対しての思い入れがすごいあるから、もう一日中いてもいい,いいぐらいだったんですよ。でもね、時間的にね、2時間ぐらいしかいられなくって、もっと隅々まであの資料読みたかったなとか、あとなんかね、謎解きがあったんですよ、その時に。その資料館の中に、なんかこう、スタンプラリー的に謎が散りばめられてるんで、それを推理して解いていくと、最後なんか、 特典がもらえたりするやつがあったんですけど、そういうのもさ、コナン好きな人と一緒に行ったら超楽しいじゃないですか。とか、謎解きするのがめっちゃ楽しいっていう人と一緒に行けたらすっげえ楽しいだろうな、とか思うわけ。みたいな風で、なんかこう、何か一個に特化して、これが好きっていう人と一緒に行けたら楽しいな、ってのは本当に思いますね <laughs>。いやー。で、えっ、ー、とね、これなんかさっき言った VR とか、 サバゲゲーとか脱出ゲームっていうのはこのアソビューのサイトで分けてるジャンル的にはねスポーツ観戦とかライブとかもこのジャンルに入るみたいなんですけど他にもそういうなんか見て楽しむ感激して楽しむタイプのエンタメですと演劇とかミュージカルショーなんかもここに入るそうですでミュージカル系は結構興味あって それこそなんか作品派生のもので、それが好きな人と一緒に行けたらいいなって思ってるんですけど、あのー、なんか、めっちゃメジャーなところで言うと、ワンピース、ワンピース歌舞伎とかあったじゃないですか。なんか一個の原作があって、それを歌舞伎にしましたとか、えー、ミュージカルにしましたとか、そういうのもすごい興味がありますね。で、あ以前ゲストに出ていただいた方ですと、 アニメのおそ松さんに出てくる六つ子のアイドルユニット F6 っていうのがいるんですけど、それの、えー、と舞台版それが好きなゲストを呼んだんですけどで、その時はね、私がたまたま見てた動画配信サイトで、そのライブの模様をがっつり ログが残ってて、それを見れたから、まだトークができたんですけど、やっぱり、本当はね、実際にやっぱり見たかったなってのはあるんですよ。見た上で、その会場に実際に行って体験した上で語りたかったなっていうのは今でもありますね。もしリベンジができるんだったら、あの、私、見た後でもう一回お話しさせてくださいって言いたいぐらいっていうのもあって、なんか、全く知らない作品でも、とにかく現物に触れたいっていうのはあるんですよね。 なんか2.5次元のミュージカルとかだとさ、うん、まあ、有名な成功例だと、刀剣乱舞とかね、今もやってるっぽいですけど、あと、まあ、本当にもっと古いとこ言うと、あの、テニムとかね、テニスの王子様の、えー、ミュージカルとか、まあ、そういうのとかがあるんですけど、実物みたいなってのはやっぱりありますね。近年だったらもうなんか少年式系はかなり舞台化するじゃないですか。 鬼滅しかり、呪術回戦しかり、弱虫ペダルとか、えー、ヒーローアカデミアとか、まあいろいろあると思うんですけど、かと思えばあのゲーム原作のアンサンブルスターズとか、えー、愛中とか、まああの辺ですね、みたいなそうゲーム原作の作品とかもあると思うんですが、で、もしですよ、そういうのが好きっていう人が現れたとして、もし一緒に見に行くんだったら、できる限りちゃんと原作を予習してから行きたいな、 って思いますね。アニメとか、まあ、漫画とかも読める範囲で、自分ができる範囲で、ちゃんと予習してから世界観を分かった上で、その、舞台見に行くとか、いうのをやりたいなってのは思いますけどね。まあ、今言ったのは、その、原作ありきの、なんかメディアミックスみたいな派生作品だったんですけど、生水粋のミュージカルが好きな人とかもいたら一緒に行きたいですね。 劇団四季とか私大好きなんですけど、もう全然行けてないんですよね。ほんと数本しか見てないあ。ライオンキング、キャッツとかオペラ座とかあの辺しか行ってないので、最近の作品とか全く行けてないし、宝塚とかね、私大阪に住んでたのにさ、近場だったのにさ、結局行ってないなとか思うから、ほんとなんか詳しい人とかさ、好きな人とかと一緒に行ってキャーキャー言いたいですね <laughs>。そういうのこそさ、行かないとさ、見てみないと実際に、 その良さって絶対分かり合えないと思うので <laughs>、ってのはありますね。で、全くちょっと違うジャンルで言うとね、ハンドメイド、ものづくり系のジャンルっていうのも、このアソビューのサイトにはありまして、まあ、なんかいろいろあるじゃないですか。まあ、ビーズとかさ、粘土とか、こう、針金とか、レジンとか、まあ、なんか合成樹脂とか、まあ何、なん、でもいいんですけど <laughs>、そういうなんか素材をもとに、 ファングッズとか、とかを、例えば手作りしてたんだけど、最初は。でも、のめり込んじゃって、今では自分でオリジナル作品作って、あの、ミンネとか、メルカリとか、ブースで売ってます、みたいな。そういう、創作をするっていうのが楽しい人と、何か、それに関連する体験をするのも楽しそうだなって思いますね。で、多分ね、そういう人っていうのは、一緒に創作物を作るっていう体験じゃなくって、 素材集めのためのフリーマーケットとか、そうなんか材料マルシェみたいなところに一緒に同行したりする方が面白いのかなって今は思いますね。なんか何月何日に。 私の好きな素材を扱ってる作家さんが出るフリーマーケットがあるので一緒に行きましょうとか、そういうのだったら面白いなと思いますね。あ、もしくは逆にね、自分がデザフェスに出るので、出品するので、その時の売り子手伝ってくださいとかでも全然いいですね。めっちゃ面白そうだな <laughs>。デザフェス一緒に、あの、売り子やってくれっていうのとかめっちゃ面白そうじゃないですか。 どんな使われ方をしても私は楽しめますね。ああ、それ面白いかもしれないね。<laughs> 今、創作の話からちょっと関連するんですけど、なんか、例えばアクセサリー作ってる人とかでさ、一個のモチーフ、なんか決めてる人とかって結構いるじゃないですか。なんか宇宙が好きだから、星とか、そう天体とかに関連するモチーフを絞って売ってます、みたいな。とか、 なんかある一個の動物が好きでそれに関するモチーフばっかり作ってますっていう人もいると思うんですよ。あの以前 YouTube でねゲストで呼んだ人でハシビロコウがが好きな方がね来てくれたんですよ私ハシビロコウ好きなんですけどで別にその方はね創作をしてるとかじゃなくってハシビロコウっていう生物があの好きだった方なんですけど例えばそういう感じでねこう特定の動物が好きとかあの犬科の動物が好きとか。 月種類の動物全部好きだとか、みたいな人だったら、あの、そういう丸々カフェに一緒に行けるじゃないですか。フクロウカフェとか、ウサギカフェとか。まあ、そういうのところに一緒に行くっていう体験ができますよね。私、フクロウカフェは2回ぐらい行ったことあるんですけど、今興味あるのとかだったらね、蜂類カフェかな行ったことないんですよ。行ったことないけど、蜂類カフェは結構興味あるかもしれない。 マイナーな動物とかを扱ってる系のなんとかカフェシリーズとかも行けたらいいなとかはよく思いますね。やっぱ一人で行くよりさ、これ可愛いねとか、この動物かっこいいねって一緒に言える人と行けた方が多分喜び倍増だと思うんですけどね。今紹介してきたものって、まあ割とこう狭めの分野かなって思うんですけど、じゃあ狭い分野しか求めてないのかって言うと、 あんまそうじゃなくて、あの、メジャーな施設の中にも、自分なりの、なんか、こだわりを持ってる人って結構いると思うんですよ。ええー、と、まあ、わかりやすい例えで言うと、じゃ遊園地を引き合いに出しましょうか。例えばね、 遊園地って言うとさ、まあ、大抵、こうみんないろんな乗り物が好きじゃん。いろんなアトラクションに乗ったりやったりするんだけど、実は私は、え、ジェットコースターとか、あのフリーフォールとか、絶叫系にしか興味がないんです、みたいな。あんまり人に言わないけど、それをね。でも、実は心の中ではもう絶叫系だけ乗りたいのにな。でもそれに付き合ってる友達いないから、まあ、毎回しょうがなく他のアトラクションも乗ってるんだよな。 って思ってる人ももしかしたら私いるんじゃないかなって思うんですよ。共有できる人が少ないだけで。とかね。あと、できることならお化け屋敷だけ巡りたいとか。 怖い系のなんか階段話とか、そういうところだけをはしごしたいみたいな人もいるんじゃないかなって思うんですよ。でもさ、あの今ちょっとお化け屋敷を引き合いに出しといてあれなんですけど、私めっちゃ怖いのダメなんで、もしそういう人が来たらちょっとかなり覚悟決めないとやばいですけどね。あの私富士急のさ、戦立迷宮っていうめちゃくちゃ あの、日本一怖いんじゃないかっていう、めちゃくちゃ長い、何階建てかになってる、廃病院みたいなのがモチーフになってるお化け屋敷があるんですけど、そこに、すごい前ですよ。ほんと多分10年ぐらい前かな、友人、怖いの大好きな友人と一人と行ったんですけど、私ね、ずーっと目つぶってたね、結局。<laughs> 何しに入ったんだっていう感じなんですけど、で、大声であの、隣のトトロを熱唱しながら、ギャーギャー叫びながら、 気がついたら外にいましたね。<laughs> 友人は怖いのを楽しんでたんですけど。だから今、もし本当になんかそういう、いや、私本気でお化け屋敷大好きなんで行きましょうよとか言われたらさ、<laughs> 行くよ。行く行く。私トラウマ級に怖いんだけど、でもそれが好きなんだっていう人に誘ってもらったら私は、もう身を切る思いで行きますよ。 めっちゃ面白いけどね。それはそれで。<laughs> ま、とか、あとなんか、あ、もうちょっと分かりやすいので言うとさ、例えば USJ の、あのー、パレードしか興味ない人とかいるんじゃないですか結構。アトラクションはもう全く度外視して、最初から場所取り前提で、その時期だけ狙っていくとかね。とか、アトラクションもパレードも見ないけど、いつも飲食店しか回らないとか。<laughs> この飲食店のここ、この席から見える景色が穴場なんですよ、みたいなのをずっと探してる人とかもね、多分いると思うんですよね。もしくは、えっ、ー、と、キャラクターとのなんか写真撮影ができるグリーディングあれに命かけてる人とかも多分いると思うんですよね。なんかこう、全部まんべんなく一般的な楽しみ方をする人じゃなくて、もう、ものすごく限られた ものすごく狭い範囲での楽しみ方をしてる人っていると思うんですよ。で、それを、だからなんていうかね、新しい楽しみ方の切り口を持ってる人と一緒に <laughs> 行ったり、やったりしたいなっていう思いはめちゃくちゃありますね。はい。まあ、USJ なんかはさ、すごく固有の施設だけど、もっと、もっとなんか地域にしかない、こういう施設だけが大好きで、もう10年以上通ってますとかさ、 そういう人がいてもおかしくないなって思うので、なんかほんと自分しかいないんじゃないのこれ好きな人みたいな。この楽しみ方してるの、あの、世界で私入れて何百人しかいないんじゃないのみたいな狭いこだわりを持ってる人とかと一緒にいろんなことしたいなっていうのはすごい感じますね。やっぱりその物語に自分が入り込まないと魅力がわからない エンタメっていうのは実際にやってみないと共有はできないんじゃないかなって思うし私も知った上で見た上でこれ面白いですねってやっぱ言いたいんですよねそれを共有することに私は結構近年ね情熱を燃やしている人なのでなんか周りにさ自分の好きなそのこだわりを理解してくれる人がいないんだとか えっと、全く知らない人を自分の沼に引きずり込みたいんだって思ってる人がいたら、もうぜひ私をね、好きなように使ってほしいですね。一 <laughs> 個言えるのはね、私は本気で何か好きなものがある。そういう人が好きなもののことは絶対に否定しない。それだけは約束できる。から、 なんか、これ、こんなに好きなんですって言って、惹かれたらどうしようとか、なんか、そういう心配とかを、もうほんと度外視で、なんか、これ、これ好きなんですよねっていうのを、あったら教えてほしい。で、別に、えーと、なんて言うんだろう。一緒にやるじゃなくても、こういう人には理解されないんだけど、好きなものあるんですよ、私っていうのだけ。もう教えてくれるだけでもいいから、なんか、お便りとか、反応いただけたら大変ありがたいですね。はい。 というわけでながらがしゃべっちゃいましたが今回ライブに行ったのをきっかけに誰かと一緒に体験するタイプのなんか趣味とか沼みたいなものを音声として残せたらなというのはちょっと思ってたので前からいい機会になったなと思いますまた今日喋ったやつ以外にもこういうのもあったなっていうのが溜まってきたらまたラジオにまとめてみようかなって今思ってますはいというわけででは えまた次回のチャコラジでお会いしたいと思いますのでそれではまた次回お会いしましょうさようならバイバーイ